There goes his happiness. That was quick. Nande da yo. Sonna tsumori de itta wake ja ne. Iin da. Uke totte kure. Enryu shinakute ii kara. Sa. Waru katta. Ore ga waru katta. Douse ore ni wa kanojo wa inai yo. Mada minu kanojo wo aite ni shinshun kara ukarete iru ore tte. Haru ta nami ni aho da ro. Wakatte iru.自分でも分かってるんだ。元気を出せ。まだ今年は始まったばかりだ。俺たちはこれからだぞ。We're just crushing people's lives right and left. 俺たち？いいよいいよ、タカスは。なんだかんだ言って、タイガーは可愛いし、どうしてか知らないけど、アミちゃんとも仲いいし。タカスなんか、タカスなんか、せいぜい女とじゃれやってればいいさ。Alright. いい子がいたら俺にも紹介してね。お。Got item. プラネタリウムのペア招待券。Well, we got these tickets now for some reason. Alright.We gotta find more people to talk to. Like these two, who are like doing some sort of weird dance? I don't know. Certainly looks like it though. Taiga! Read between the lines. It's when you put like three fingers up and then you tell them that, and it's really you're flipping them off, and you're like, haha, got ya. You got goofed.俺の家もこっちだ。ベタなことを言わすな。何を怒ってるんだよ。先輩にも失礼だろう。怒ってない。悔しいだけよ。何が？今度会ったら冷静に面と向かって言ってやりたいことが山ほどあったのに。あの憎たらしく澄ました顔を見たらつい意地張っちゃって。結局これじゃ前と同じ。二人の間に何があったんだ。Drama happened。それに加納すみれと初めて会った時のあの胸騒ぎ。で、呼び止めたからには何かあるんでしょうね。おう、そうだ。お前忘れ物。何あれ、超汚い。なんだお前ら、また派手に喧嘩か。相変わらず仲がいいな。そんなんじゃないもん。That's a very trendy jacket. なんでこの格好を見て仲がいいと思えるんだ、北村は。この前に喧嘩もしてねえよ。そうなのか。じゃあその派手な赤いシミはどうした。It's blood. 赤いシミ。おお、そうだった。血がカピカピに。ちょっとタイガー、こっち寄らないでよ。何そのオレンジ色、みかん臭。 I mean, that's usually what an orange drink will reek of. It's like, just like, here's orange, but it's like, it doesn't taste like an actual fruit. It tastes like orange, the color. あんたのバタ臭い大衆よりよっぽどマシでしょうよ。ほーら、ほらほらほら。何すんのよ、このクソチビ。みんな今年も元気だな。お前らはどうしたんだ、二人揃って。なあ、アミがうちの両親に新年の挨拶に来てな。今送っていくところだ。相変わらずいい子ぶってんのね。暇そうで羨ましいわ。あんたと違って常識はわきまえてんのよ。夕食の裏にいい子ぶってどうすんだっつーの。正月って芸能人は忙しいんじゃないの？あ、ごめん、バカチーは例外なんだね。はあ？私バラエティタレントじゃねえし、モデルなの、モデル。
いつも通りだな。で、その血とジュースにまみれた姿のまま徘徊している理由を聞いてもいいか？ It's a long story. This, oh shit. This is not the story we should tell him. いや、スーパーカノーヤでばったりタイガと会ってな。Oh boy. カノーヤ？いろいろあって、そこの妹さんが親切に洗濯するって言ってくれたんだが、こいつが姉のスミレさんを見た途端、You done goofed. Oh, Sumire-san, 会長が？お前会ったのか？お、お。Uh-oh. そうか、帰っていらしたのか、会長は。北村君、あのね。なんてな、俺が動揺するとでも思ったか、愛坂よ。北村君。どうしてそんな顔をするんだ。俺が心配か。それには及ばない。なんなら健康な証拠を見せてやる。He's not fine. て、What? そうか。確かにいくら脱いでも内臓の健康までは証明できないな。俺としたことが。しっけーしっけー。Look at his non-nipples. They're not there. 北村。So it's like January, you're gonna freeze to death. というわけで、アイサカ、俺は全く気にしてなんかいないぞ。この通り、身も心も正常だ。それでは我が輩、これにて失礼。Nope. アイサ。Nope. Very, very messed up. あいつ、川島を送っていくんじゃなかったのか？そういえば妹の方にも家で見たことは誰にも言うなと口止めされてたんだった。そこも含めて大バカよ。バカバカクズバカクズ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 。痛い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 。ちょっと待て。それより北村のことだ。あいつどうしたんだ。明らかに様子がおかしかったよな。優作はね、振られたのよ、あの元生徒会長に。なんだと？ちょっとバカチン。隠すことじゃないでしょ、本当のことだもん。でもあんたの口から言うことじゃないわ。同じよ、あれだけ派手に振られたんだから、どうせいつかは聞くことになるって。最低。おい、放っておけば。本当に口止めしたかったらいつもみたいに腕ずくで来るでしょ。つまり言いにくいことは私に言わせようってことかな。ひどい。まあ亜美ちゃんは優しいから教えてあげるけど、北村が振られたっていうのは本当なのか。うん、しかも生徒会選挙の時に全校生徒の前で告ってこっぱみじんに玉砕したの。それは、うん、超悲惨。そしたらあのクソタイガーが。タイガーがどうした、うん、タイガーがどうしたんだよ。面白い。は？タカス君、ここまで言っても本当に何にも思い出せないの？あんな強烈なことがあったのに。 That's what amnesia will do to you. だからそうだって言ってるだろ。その強烈なことを教えてくれよ。やだ。ねえねえ、全部忘れるってどんな感じ？ Well, you don't remember things. お前の態度にも自分の脳みそにもすげえムズムズする。知らないってある意味罪だね。そっか、何も覚えてないってそういうことか。川島？
うふじゃねえ、話す気がないならもう行くぞ。うん、バイバイ。あっさりだな。Ami just doesn't give a fuck. 何考えてるんだか。待てよタイガー。バカチーに聞いた？北村のことだろ。聞いたような聞いていないような。何よそれ。北村があの元生徒会長に振られたという事実以外はほとんど新しい情報はなしだ。そう。ねえ、リュウジだったらどうする？好きな人に振られて離れて自分なりに気持ちの整理をつけたのに、またその人。突然聞かれても、どれくらい好きかとか相手は自分をどう思ってるかとか状況によるだろう。 And stuff。 何よその人ごとみたいな言い方。そう言われてもだな。あんたに聞いた私がバカだったわ。なんだよそれ。どうしたんだタイガ。北村だけじゃない、カノースミレに会ってからお前まで明らかに様子がおかしくないか。There's something wrong with everybody. 北村と元生徒会長とタイガ、何があったんだ。Like, Didn't you just run away? Oi, Tsuita. Mo, aruku no hayai na mo. Ami-chan, ganbatchatta. Nanda yo. Tsui sakki wakareta bakka janai ka yo. Komakai koto yu otoku wa motenai zo.あのね、あのあとアミちゃんいいこと思いついちゃった。どうしてもタカス君に今すぐ聞いてほしくって一生懸命追いかけてきたの。キモだ。アイサカさんいたんだ。ごめんね、小さくて見えなかったとは言わないけど存在感がなさすぎて。ジーザス。汚ねえな。お前らな。ま、ちょうどよかったわ。タイガーも仲間に入れてあげる。結構よ、入りたくもない。犬は犬同士で仲良くマウンティングしてなさいよ。I'll pick some legs。 優作とカノースミレのことなんだけど。え？聞きたいでしょう。ふっ、誰が。バカバカしい、もう帰る。何よ、めちゃめちゃ興味あるくせに。で、なんだよ、俺に聞いてほしいことって。あのね、私たちで優作とカノースミレをくっつけちゃわないって話。は？だって北村はあの先輩にこっぴどく振られたんだろ。それは確かに事実。でも私が見る限りあの女も優作に気があったと思うんだよね。